はい。今回の動画は、Excel ファイルを他の人と簡単に共有する方法をご紹介します。作成した Excel ファイルを他の人と共有したいといったときに、よくやるのがメールに添付して相手に送信したりだとか、あとは USB メモリーなんかに保存して相手に渡したりだとかすることがあると思います。 で、今回ご紹介する方法は、ネットを経由して共有するやり方なんですけども、メールに添付だったりだとか、USB で渡すよりは、スマートにね、相手と共有することができます。今回の方法をやるには、ワンドライブにファイルを保存しておく必要があるんですけども、この OneDrive はマイクロソフトがやっているサービスで、マイクロソフトのアカウントを持っている方であれば、誰でも無料で5ギガまで容量をね、使えるオンラインストレージサービスになりますんで、まずはこちらの方にログインをしてください。 で、すでにパソコンの方でワンドライブと自動同期の設定をしているよって方は、自動的にファイルが同期されていると思うんですけども、そうじゃなかったとしても、ワンドライブの方にログインをした状態で、共有したいファイルをこうドラッグドラップでこう持っていくだけでですね、簡単にワンドライブの方に保存することができますんで、まずはその共有したいファイルをワンドライブの方に保存しておいてください。 その上で実際に共有するやり方なんですけども、その共有したいファイルを開いた状態で、画面の右上のこの共有というところをクリックします。はい、そうするとこの画面の右側に共有という画面が出てきますんで、この下のですね、共有リンクを取得というところをクリックします。 はい。そうすると、ここに共有のリンクが出てきますんで、この上にあるのが編集リンクというやつで、これはですね、共有した相手が編集できるリンクになります。で、この下のやつは表示のみリンクというやつで、これは共有した相手はですね、表示することはできるんだけど、編集ができないリンクになりますんで、これはどちらかの方を選んでください。共有された側は、こちらの URL をクリックすると、こういった形で Excel Online の方につながって、ここでファイルを編集したりだとか共有できたりするということですね。 はい。といったことで今回ご紹介した共有方法ですけども、ワンドライブの利用が必要にはなるんですけども、メールで添付したりだとか、USB で送るよりはですね、スマートにはるかに簡単にできると思います。で、あと今回は Excel で説明をしましたけども、これは Word とか PowerPoint でも全く同じ形で共有することができますんでね、ぜひこちらの共有機能をうまく活用してもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。